こんにちは。コーディスタッフまゆと天の声キイです。はい、今回はコーディで無料ダウンロードできる顔合わせのしおりのスマホダウンロードバージョンをご紹介していきます。パソコンバージョンは他の動画で配信してるのでチェックしてみてください。はい、それでは早速作っていきましょう。そう、それでは早速作っていきましょう。まずサファリでコーディを検索します。ここがサファリだということがポイントで、その他のだとできないのでご注意ください。で、クリックをしたらログインをしていきます。はい、このログイン会員登録は無料ですので、ぜひ会員登録してみてください。ログインをしたら下にスクロールしていくと、こちらに顔合わせのしおりテンプレートがあるのでクリックします。そしていろんなデザインをご用意しておりますので、お好きだなと思うデザインをこのボタンでダウンロードしていきます。注意としては、こちらをダウンロードする前に事前に携帯にマイクロソフトのパワーポイントなどをダウンロードしておきましょう。そうするとこちらパワーポイントに反映されますので、そこから文字や日付、お写真などを編集することができます。各機能としては、今のように文字などを編集するだけではなく、お写真を自分の携帯のアルバムから選択することができます。また直接撮ったお写真、はい、こういったものを、撮るカメラの機能もついています。で、編集が終わったらあとは印刷です。こちらの上のボタンを押していただくとエクスポートを選択します。で、PDF 化したら自分の iPhone のファイルアプリにダウンロード、エクスポートをします。で、この時の名前を例えば分かりやすいように変更してください。顔合わせのしおり。そしたら移動を押していただくと、これが印刷できる状態になるので、ご自宅のコピー機、印刷機であったりコンビニなどで印刷をしましょう。で、紙質によってもだいぶ雰囲気が変わりますので、そこはお好みのテイストの紙を選んで印刷してみてください。いかがでしたでしょうか。今回は顔合わせのしおりのダウンロードの方法をスマホバージョン、携帯バージョンご紹介していきました。この顔合わせのしおりはやっぱりより2人が素敵な顔合わせの時間が過ごせるようにと考えて、願いを込めてスタッフが作っておりますので、ぜひぜひ活用してみてください。概要欄に URL を貼っていますので、はい、こちらから見てみてください。はい、パソコンバージョンもよかったら見てください。本日もありがとうございました。それではチャンネル登録とよかったらいいねボタンをお願いします。バイバイ。バイバイ。